乾杯。うん、美味しい。美味しい。さあ食べよう。あ、これヒラメのムニュー、ムなんだっけ？ムニエル。そう、ムニエル。美味しいんだよこれ。よし、食べよう。俺も食べよう。私もいただきます。気が利くんだよね。優しいよね。大学に座って。ねえ、アスカはさ、うん、どんな人がタイプ？そうだな。やっぱり優しい人かな。うん、すっごく当たり前だけど難しいよね。うん、あ、でも私知ってるよ、優しい人。そうなの？まあそれだけが取り柄なんだけどね。ふみや、ふみや、ちょっとここに座れ。は？早く、早く。何だよ、うん、何がしたいんだよ。いいじゃん、なかなか。ちょっとフミヤが見劣りするけど、でも県内県内。どう、アスカは？バカ、何言ってんの。トラさん困ってんだろ。照れるなよ、冗談じゃんさ。ねえ、でも松島くん優しいと思うよ。フォローありがとうね。ていうか戸田さんの方が全然優しいから。お前いい加減にしろよ。おっと、怒っちゃったかな松島くん。休憩。うっそー、かわいこぶっちゃって全然飲んでない。あたしね、数えてたんだからね。ほんとね、わかんないけど飲んでない。飲んでるよ。これあげるよ。よいしょ。はい、飲んで飲んで。ひろこちゃん、飲みすぎだから。あれ、あたし飲みすぎ？っていうか今日はパーティーだよね。飲むよね普通。っていうかお酒ないよ、お酒。お前ちょっと休憩しろ。あれ、私今厄介？じゃあ、じゃあ仕切り直しの乾杯。ひよこ。今日ごめんね、あいつ。普段はあんな風に酔っ払うやつじゃないんだけど。今日楽しかったから。あいつ無理に誘ったんじゃない？ううん、まだ知り合ったばっかりだから、もっと仲良くなりたいって言ってくれて。松島くんもすごくいいやつだからって。一番信用できる親友だって言ってたよ。ちょっと頼りないけど、あんなに優しいやつはいないから仲良くしてねって。ひろこ、そんな風に言ってたんだ。今日二人を見てて思ったんだ。本当に仲いい友達なんだなって。私ね、すごく人見知りなの。だから相沢さんみたいな性格って本当に羨ましい。男の子でも女の子でも誰とでも仲良くできて、思ったことも素直に言えて。あいつはガキなんだよ。戸田さんみたいに大人じゃない。私大人じゃないよ。そう？私ね、いつも笑ってよって思っちゃうの。嫌なこととかあっても。ほんと悪い癖。なんで悪い癖なの？明るく優しく、いつも笑顔で、なんかの標語みたい。そんな絵に描いたような女の子を演じようとしちゃうんだ。それが時々疲れちゃう。本当はね、人の目ばっかり気にしちゃう気の小さい
つまんない性格なの。そんなこと全然ないよ。うまく言えないけどさ、自分ばっかり普通考えちゃうのに周りの人のこと考えれるって思いやりがあるってことだよ。俺好きだよ。好きっていうのはそういう意味じゃなくて、もちろん好きだし、だからその松島君やっぱり優しいね。ありがとう。こんなこと話すの初めて。なんか松島君には話せるな。不思議だね。あのさ、松島君っていうのやめない？普段そういう風に呼ばれないからさ、背中かゆい感じする。じゃあ文也君。あ、私のことも多田さんやめない？じゃあアスカちゃん。あ、私そろそろ帰んなきゃ。こっち門限あるんだ。そっか。ひろこ、アスカちゃんが帰るって。起きろ。まだ寝かせててあげて。私先に帰るから。駅まで送るよ。もう遅いし。ありがとう。大丈夫？うん、ごめんね。私ちょっと酔っちゃったから。本当にありがとう。相沢さんにも伝えててね。うん、分かった。またね。うん、アスカちゃん。またね、フミヤ君。じゃあ本当にありがとう。気をつけて。はい、バイバイ。はい。おい、ひろこ、起きろ。うちまで送ってやるからな。起きろ。頭痛いのか。でもなんか少し安いか。帰る。大丈夫か？おー、ちょっと。お前一応酔っ払ってんだからさ、うん、しっかり捕まれよ。よし、しっかりしてな。静かに色づく朝。